ウィルソン・ベテミーは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の元プロ野球選手。ウト・リョーダ、姓の発音は、ベータ名であり、最後の t を発音しないため、日本語表記は、ベテミーが原音に忠実であるが、ベテミットと表記されることも多い。生年月日は資料によっては1980年7月28日となっているものもあれば、1981年11月2日となっているものもある。1996年7月28日にアトランタ・ブレーブスと契約。2001年9月18日にメジャーデビュー。2006年7月28日ロサンゼルスドジャースへトレードで移籍した。移籍後は先発出場した試合に14連勝した。結局、ドジャースでは打率.241と低調だったものの、55試合の出場で9本塁打を放った。そして、シーズントータルでも18本塁打を放ち、持ち前のパワーを存分に発揮。しかし、その一方で、両打ちながら対左腕の打率は1割台と苦しんだ。また、プレーオフでは3試合に出場し、出塁率6割とテーブルセッター役として活躍した。2007年7月31日に、スコット・プロクターとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースに移籍。ヤンキース移籍後は、主に一塁手として二塁手、三塁手、遊撃手、左翼手もこなしながら37試合に出場。ちなみに、一塁手と左翼手として守備につくのはメジャー昇格後初であった。移籍後も打率 227.4 本塁打、24打点と低調だったものの、8月半ばのミゲル・カイロの解雇、9月初頭のアンディ・フィリップスの右手首骨折など、内野の控えが不足したこともあり、チーム唯一の内野のユーティリティプレーヤーとして存在感を示した。シカゴホワイトソックス時代2008年11月13日にニック・スウィッシャー、カネコア、テシエイラとのトレードでジョニー・ヌニエス、ジェフ・マルケスと共にシカゴホワイトソックスへ移籍した。2009年10月5日に FA となった。カンザスシティ・ロイヤルズ時代2010年はカンザスシティ・ロイヤルズとマイナー契約を結ぶ。メジャーでは両リーグの三塁スチュワースとの DRS-13 と守備では振るわなかったが、打撃では3年ぶりの2桁本塁打と自己ベストのオプス889を記録。デトロイトタイガース時代2011年7月20日に出場機会を求め、アントニオ・クルーズ、フリオ・ロドリゲスとのトレードでデトロイトタイガースに移籍。シーズンオフの10月30日に FA となる。2012年1月23日、ボルチモアオリオールズと2年契約で合意。2013年は、右膝靭帯の故障により故障者リスト入りし、8月27日に復帰、9月16日にリーフとなり、9月24日に放出された。2014年2月6日にタンパベイレイズとマイナー契約を結んだ。2015年2月2日に禁止薬物の使用で、MLB 機構から50試合の出場停止処分を受けた。11月には第1回 WBSC プレミア12にドミニカ共和国代表として出場。2016年4月12日にメキシカンリーグのタバスコキャトルメント契約。ポジションは主に三塁手で、他に遊撃手、二塁手、一塁手、左翼手、右翼手としてのプレー経験がある。ミルブありがとうございます。